2020年、これまでの当たり前が大きく変わった1年、サッカーができる喜び、選手権を目指すことができる喜びをかみしめ、高校生たちがフィールドを駆け回ります。第99回全国高校サッカー選手権秋田県大会準決勝第1試合、明桜対荒谷、夢の全国まであと2勝です。この試合、秋田市のソユースタジアムから実況を生配信しています。解説は秋田県サッカー協会大会技術委員長の石山信介さん、実況は私、秋田放送の田村でお送りします。石山さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石山さんにこの試合のポイントを聞く前に、両チームこれまでの勝ち上がりを見ます。まずは明桜です。明桜初戦は2回戦から小賀工業に8対0で勝利、続く準々決勝は大館宝明10対0、初戦を上回る大差で勝利しています。対する荒谷のこれまでの勝ち上がり、荒谷も明桜と同じく初戦は2回戦から大曲がりに6対1で勝利、続く準々決勝は秋田西との接戦でした。終了間際にゴールを奪い1対0で勝利、準決勝今日の試合に駒を進めています。石山さん、この明桜と荒谷の今日の試合、見どころポイントなどどういったところになりますかね。はい、荒谷高校は本来のボールポゼッションを大事にしたスタイルで、はい、ビルドアップをしっかりしていきたい。それに対して明桜高校は前からのプレスで高い位置でボールを奪ってゴールへ向かいたい。そのお互いのやりたいことをどちらがたくさんできるか、そこが勝負の分かれ目になると思いますね。今日は実況席にいましても、この手指少しひんやりして肌寒いなという体感なんですが、コンディションなどは曇り空のもと今秋田市いかがでしょうか。そうですね、若干ピッチレベルでは風の影響は出るかと思います。風、はい。で、気温に関してはかえって選手は動きやすいんじゃないかなと思いますね。そうですね、涼しく感じるのではないかなというところですかね。動きやすい。そうですね、ただこのピッチが結構その滑りやすいところがありますので、はい、ちょっと始まってみてから選手のスパイクとの滑り具合、そこはちょっと気になるところでありますね。なるほど。今秋田市の気象情報、10時20分の時点では東南東の風 5.3 メートル風が吹いています。画面奥の旗が右から左に風に吹かれています。試合は間もなくキックオフ始まります。画面右にエンドを取ります。青のユニフォームが2年ぶりの県大会決勝を目指す明桜です。一方左側、もうすでにポジションに選手たちがついています。えんじのユニフォーム、左側が荒谷、勝てば3年ぶりの県大会決勝です。先に攻めるのはどうやら左側、えんじのユニフォーム荒谷。今キックオフです。先にボールを左から右に大きく蹴っていきました。左から右に攻めるのがえんじのユニフォーム荒谷、右サイド。青のユニフォーム明桜がクリアしてボールを外に出していきました。石山さん、やはり先ほどのお話からするとプレッシャーがかかる試合ですので、立ち上がりというのはまず低い位置でのボールパス回しというのはなさそうですよね。そうですね、まずは相手陣でサッカーをしたいですね。はい、今右サイドスローインがえんじのユニフォーム荒谷です。4番の中泉のスローインでした。この試合さばきます審判団の紹介です。主審が高橋優、副審手代木直美と山崎真奈、第4の審判が今野誠、この4人で今日の試合準決勝第1試合さばきます。ボールは青のユニフォーム明桜、これはボールコントロール明桜、青のユニフォーム右左サイドハーフ13番田中翔太はボールコントロールできませんでした。明桜がボールを落ち着かせたいところ、15番田村仁志前へヘディング、7番の藤原、5番の内藤、遠くから今打ってきましたが、これは7番の藤原貴博、荒谷のキャプテン、シュートブロックします。遠くからもう早速打ってきましたね。そうですね、まずはチームとして最初にシュートを打って勢いを持たせたいですね。先にシュートを打つというのはやっぱりそういう効果がある。そうですね、チーム全体がいけるぞという気持ちになりますので。ボールが少し浮いています。
ディフェンスライン4番の中泉夢丸クリアします。ボールを拾いました荒谷、左サイドに展開、13番の田中翔太2年生の、これは荒谷のキーパー忽那翔吾がボール、パントキック、少し低いキックかミスしましたが、ボールをすぐ奪い返しました。キャプテンの藤原貴博前に送ります。ここですよね、この浮いたボール、荒谷は前線体を張りたいところですよね。そうですね、10番の佐藤君にボールが収まると両サイドも上がっていくことができるかなと思います。前線のこの荒谷で言えば佐藤龍生エースの体がどれだけ張れるかというところ、はい。それでは明桜のチームメンバー紹介、スターティングメンバーを見ます。ゴールキーパー佐藤純一、ディフェンスライン右から小野小高3年生、失礼しました。3番ディフェンス小林志優、6番長江圭次郎、8番鎌田太陽キャプテン3年生です。そして中盤が15番田村仁、5番内藤、7番の三浦、右サイドハーフ佐藤剛、ボールが入っていくゴール前、早速明桜チャンスとなりました。今日最初のコーナーキック、明桜のスターティングメンバーの紹介、このコーナーキックの後にお伝えします。早速ゴール前、明桜のチャンスでした。そうですね、ちょっとリスタートのタイミングが早かったんで、はい、荒谷高校はちょっと今日疲れた感じがしますね。立ち上がり、やはりサッカーの基本、試合の入りというのが、はい、一番アラート集中していなければいけないという鉄則ですもんね。そうですね、で今左足でインスイングで風があるので、はい、ゴールに向かってくるボールになりますね、はい、蹴りました、ファーサイドフリーになっていました。スターティングメンバー明桜の続きです、右サイドハーフが佐藤剛、左サイドハーフに13番田中翔太、フォワードは1枚9番の斉藤亜佑、明桜のサブのメンバーです。ゴールキーパー2年生の渡辺翔太、4番渡辺月と10番の堀井真央中盤の選手、14番小林壮斗、16番吉崎瑠衣、17番佐藤蘭、18番佐藤匠、19番小野亮介、20番船木俊樹です。さあ7番の三浦修羅ですね、右サイドバック小野小高、ボール上がってきます。右サイドバックの選手ここまで上がってきています。サイドライン、タッチラインを割って明桜自陣、左サイドのスローインです。続いて、荒谷のスターティングメンバー紹介します。キーパーの忽那翔吾、ディフェンスライン右から中泉夢丸、センターバック佐藤、これは明桜のチャンスでしたがクリアして前線に送ります。荒谷のセンターバック佐藤修と、19番の山田壮3年生2年生のコンビ、左サイドバックは佐々木春也、中盤は高橋慶樹、明桜ゴール前9番斉藤、左足これはミートしませんでした。ゴロのボール、グランダーのボール、キーパー忽那翔吾がキャッチしています。続けます、荒谷のスターティングメンバー、中盤は高橋慶樹と藤原貴博、藤原がキャプテンです。そして右サイドハーフ目黒太陽、左サイドハーフに田中隆起、フォワードは2枚小室優希、そして佐藤龍生がエースです。荒谷のサブのメンバーも続いて紹介します。キーパー2年生の桜田優斗、5番の熊谷、9番明石、13番の渡辺、14番泉、16番神戸、17番相原、18番の小松、20番海田1年生です。40分ハーフで行われるこの試合、前半6分が過ぎたところなんですが、石山さん、はい、立ち上がり、明桜が少し押しているのではないかなというところなんですが、この今中盤ボールを奪いました明桜、右に展開します。11番佐藤剛、右サイド上げてくる中、13番の田中翔太、これは少し高いボールでしたが、そうですね、リズムはやはり明桜が今少し押しているような
展開でしょうか。そうですね、前向きの形でボールを奪えているので、はい、奪った後が早いですよね。前向きにボールを持つとやはり何でもできるということですよね。ドリブルでもパスで展開でも、はい、そのままカウンターに入る、ね、そのままカウンター、そのまま攻撃がすぐにできるという、はい、新谷高校はまだちょっとそのクリアが風に負けてるというか。そうですね、今画面の右側から左側、東からの風 5.3 メートル今秋田市の気象データ吹いています。新谷は風下、はい、ですからクリアが止まってしまうんですよね。ボールが浮いても。そうですね、押し戻される。ただ新谷高校の1番のキーパー忽那君、はい、最初のコーナーキックの後もちょっと時間を取ったりですね、うん、なんとかこのペースを変えようと。なるほど、すごい工夫してますよね。ゲームの流れを少し自分たちに持っていこうという、今もここちょっと時間かけるんだと思うんですよね。何気ないこういうところでちょっとゲームって落ち着いてくると思うんで。今蹴るのが1番新谷のゴールキーパー忽那です。前線のボール、この処理、キーパーが出てきました。今度は明桜のキーパー佐藤純一、やはり少し間を流れですぐに蹴らないというところもゲームメイク一つになってきます ね。自分たちに勢いがあるときはそのまま続けたいですし、うん、まあ、明桜高校のキーパー佐藤君も今ボール触ったんで、これでまた落ち着いてゲームに入れますね。なるほど、そういうことですか。お、ワンタッチ、ボールタッチ、今見事に収めました。足元、ボールは明桜のスローインです。ディフェンスライン中盤に上げます。5番の内藤から15番の田村仁志、右サイドに送る、ワンタッチで当てる斉藤亜佑、このボールを収める力が強いという5番の内藤からのボール、もう一度明桜ボールになります。ふんわりとした、入れてきた13番と田中、ダイレクト、ワンタッチで、今のボールも難しいボレーシュートでしたよね。そうですね、明桜高校は9番の斉藤君へのポスト、はい、それに連動して7番の三浦君、13番の田中君が自由に動いているので、ちょっと今新谷高校としては捕まえにくいですね。そして先ほども石山さんがおっしゃった、この風に乗ってゴールに向かう左足のコーナーキック、今日2本目です。明桜、新谷高校は全員もうゴールエリアまで引いてますね。はい、いいコースインサイド、近い距離、ボールはミートしませんでしたが、ヒヤリとしました。新谷としてはまだ明桜ボールです。11番佐藤剛、左足キックフェイント、うまい、ゴール足、グランダー低いボール、7番小野、2番の小野小高、ゴール前のシュートでした。明桜今日最初のシュートとなりますね。枠の外に飛んではいきました。明桜の原監督は試合前に、この芝が深くてやりづらそうだとは見ていましたが、声も出ていてチームの雰囲気としては元気があっていつも通りだと、明桜のスタイルで勢いよくやろうというふうに送り出したということです。中盤ヘディング、明桜斉藤亜佑、この背中で背負いながらもボールコントロールするプレーですよね。そうですね、彼の体の強さが生きてますね。はい、体が強い選手。一方新谷、スペースに走らせるところです。明桜がクリア、19番の山田壮2年生、そして佐藤修3年生のセンターバックが前に蹴っていきます。あれや、10番佐藤から左サイド、田中隆起、ゴールキーパーここまで出てきている、キーパーしっかりと出てきていますね。集中していますね。守備範囲広いですね。広いですね。7番の藤原貴弘からもう一度前へというところ、送ったボールは明桜のキーパー佐藤純一が取りました。オレンジのスパイク、明桜のゴールキーパー佐藤純一です。40分ハーフのうち今10分が過ぎています。まもなく11分前半、明桜対新谷の試合です。新谷高校10番の佐藤君のスルーパス、今ちょっとチャンスができかけたんですけど、やっぱり彼が触ると何か起こる感じがありますよね。なるほど、スルーパス一つ注目のポイントではあります。新谷の右サイド、4番中泉夢丸から中盤藤原貴弘、ここは中盤囲んできますね。明桜ここの中盤の攻防を取りたいんですね、お互い。はい、荒谷右サイド、サイドバック中泉夢丸、今スローイン入れていきました。ワンタッチで目黒太陽を右サイド、この位置まで走らせようというパスでした。8番の鎌田太陽から一段下げて長江、
13番の田中翔太と目黒太陽のマッチアップでした。明桜がボールを奪う。5番の内藤、うまい、奪った。ワンタッチで展開する荒谷。19番山田からのボール、8番のキャプテン鎌田がヘディングで弾き返します。目黒太陽ワンタッチ、中盤前線のボール引っかかりますが、もう一度荒谷です。小室ワンタッチ、ディフェンスに少し当たってこのままキーパーキャッチ、佐藤純一。中盤でのボールの攻防が速い、そんな試合ですね。そうですね、荒谷高校もなるべく高い位置でボールを奪ってそこで攻撃したいというチームとしての意図が感じられますね。はい、また前線へのパス引っかかりましたけれども、また中盤の選手が恐れることなくぐっと前に、そうですね、また取りに行く。もう少し慣れてくるともっとグラウンダーの質のいいパスができるのかなと思いますね。はい、それが今ボールを持っています。エンジンのユニフォーム、左から右に攻める荒谷です。ボールを前線失います。明桜ディフェンスラインでボールを持ちます。裏へのボール、これは佐藤秀クリアします。ボールは13番田中から、中盤内藤のボール後ろから奪った。ああ、いいプレス、高い位置で奪いましたね。はい、小野のディフェンスでした。あ、小室のディフェンスでした、はい、競り合います。玉際左サイドボールを奪いました。高橋慶樹から10番の佐藤龍生、うまいことを左に展開してきました。3番佐々木から田中龍樹、左サイド裏へのボール、面白いボールだ。これは体を入れました。明桜のディフェンス、やはり荒谷高校は奪った後ボランチを中心につないでいった方が展開できますよね。はい、荒谷高校らしさが出る感じがしますね。そしてその展開するにあたって佐藤龍生うまいことやっぱり今ボールを展開するのにポストプレー一役買いました。でまあ、その前の奪うところが非常に意識が高くなってて、その前の15番小室君、今11番目黒君、どちらもしつこく守備をして守備の意識が高いので、その後の攻撃もうまくいってるかなと思います。守備と攻撃が一体となっている。5番の内藤がボールを奪っています。ここもちょっと戻りましたね。三浦修羅から8番の田中君かな。はい、前線の選手も高い位置から戻ってきます。ボールを奪います。10番これです ね、足がかかったようには見ましたが、アドバンテージを取っています、まあ、裏にそのまま蹴り込む。15番小室勇輝が走っていますが、明桜ここは5番小林志優2年生が対応します。そして今主審の高橋優さんが5番の内藤でしょうね、はい、イエローカード、先ほどのセンターサークル付近で足がかかったと判断してイエローカードが出ました。前半まもなく15分です。ちょっとこの早い時間帯の警告は明桜高校としては嫌ですよね。そうですね、この大会そして1試合で2枚がイエローカード出されると次の試合に出ることができなくなります。そしてイエローカード2枚で、退場となります。13番の田中翔太から、いいプレスかかってますね。荒谷は前線から激しいプレッシャーがかかっています。中盤5番の内藤、三浦修羅から反転してシュート、佐藤剛の反転してからのシュートでした。ゴールキーパーがキャッチしています。ちょっと荒谷高校のペースになってきたんですけども、はい、今の明桜11番佐藤君のシュートでまたちょっと明桜も少し雰囲気が変わりますよね。シュート1本でこの13番田中翔太体を入れます。左サイド明桜、8番キャプテンの鎌田太陽、一度下げて長江圭次郎、ゴールキーパーの佐藤純一に下げます。佐藤純一このもたついているところプレッシャーかけます。荒谷前線少し交錯しました。ディフェンス荒谷、右サイドの中泉夢丸とセンターバック3年生佐藤秀が今ぶつかりましたが、大事には至らないようですね。青のユニフォーム明桜のスローインで試合再開です。斉藤がボールを一度下げて内藤、13番田中追い越してきた、8番鎌田太陽ワンタッチクロス、
ディフェンスが体に当たって明桜この位置からのスローインです。今ボールを持っているのが左サイドバック明桜キャプテンの鎌田太陽。監督原監督からすると去年一昨年としては寡黙なキャプテンだがプレーで見せると引っ張っていくそんなキャプテンです。明桜のキャプテン佐藤純一高い位置左サイドに一発で送ってきました。田中から鎌田もう一度田中か少しこれはパスがつながりませんでした。さあ試合前荒谷の奈良岡直司監督のコメント選手のコンディションはいいです。いい緊張感があってそして闘争心闘志を持っていてバランスよく空気感保てていると今年度一番いいチームです明桜はチャレンジの精神でまず向かっていきますと試合前に奈良岡監督話しています。この後ろに下げたボール短いボールを奪った明桜内藤に下げて15番田村このボールコントロールボールをもう一度明桜が持ちます。13番の田中翔太2年生ちょっと今パスミスが2本続いたんですけども、はい、こういったところは荒谷高校としては減らしたいですよね。5番の内藤右サイドに展開します小野小高縦に突破それを許さない。あいい守備ですね体を入れて荒谷のこれはサイドハーフ田中隆起、はい、ここまで戻って体をしっかり入れました。恐れることなくこの9月のリーグ戦9対0で負けたその記憶はもうないようにもう恐れていないようにこの球際一つ見ても見えますね。そうですねもう負けたら最後ですからねもう3年生としては最後全てを出したいですよね。インターハイが中止になって選手権やるのやらないのと選手は不安になったと本当にこの選手権を目指せる喜びというのはやはり大きいですよね。そうですねちょっと今年はいろんなものができなくなっている中でまだこう目標がありますからね。左サイド田中隆起そして小野小高のマッチアップでした。明桜がボールをスローインから5番の内藤このプレッシャー高くボールが上がっています。競り合う荒谷がボールを一度下げて6番の高橋3番の佐々木ワンタッチでタッチラインを割っています。明桜のスローイン それぞれ明桜の監督からはもっとプレーのテンポを上げるんだと上げろという指示、うん、そして荒谷の奈良岡監督はラインディフェンスラインを上げろと下げるんじゃないという指示がそれぞれ出ています。今前線へのボールが荒谷のディフェンダーに当たって明桜のスローインです。前半40分ハーフのうちまもなく20分飲水タイムが設けられる時間帯に近づいてきています。ハーフウェイラインゴールまで53メートルの位置明桜がスローインで試合再開一度下げて前線に送る明桜の右サイドボールコントロールがうまくいきませんでした。左サイド佐々木春也のプレッシャーでした。荒谷のスローインです。前半20分が経過しています。ワンタッチで前線に浮き玉内藤裏へのボール9番の斉藤歩めがけて前線にボールを送ります。これは19番山田壮対応していきます。2年生のセンターバック荒谷です。明桜のスローイン試合再開中盤の選手スルスルとドリブル入ってきました。7番の三浦から小野一度下げて少し足が取られましたか。芝が長いという話もありました。11番の佐藤剛三浦修羅左足のクロスこれはディフェンスうまくヘディングで弾きますがまだ明桜グランダのボールクリアは荒谷でした。前半21分が過ぎたところここで飲水タイム水分補給の時間が設けられます。飲水タイムは1分ほど。前半振り返ると今この時点で明桜はすでにシュート2本放っていて荒谷はまだシュートがないんですね。荒谷としてはまだゴールに明桜ゴールに近づけてないという要所要所でいいプレーというのは
そうですね、感じるんですけれど、まあ、ゲームプランとしてはそれほど悪くない立ち上がりなんじゃないでしょうかね。荒谷は中盤でのプレッシャーでしたり前線からの圧っていうのもディフェンス名を少し嫌ではないんですかね。ちょっとプレッシャー感じてると思いますね。特に明桜高校さんここまで2試合ちょっと点差の離れた勝ち方してきてるんで、こういう競った試合っていうのはこの大会では初めてですから。そうですね、初戦も8対0、その続きの準々決勝も10対0、大差での勝負、それが明桜。この競った試合というのは久しくなかった、長らくなかったのではないかという見方です。前半は22分、飲水タイムが今解かれました。ハーフウェイラインを過ぎたあたり、青のユニフォーム明桜の右サイドからのスローインで試合が再開です。まだ風は右から左、東の風が吹いていますね。石山さん、はい、風上の明桜、前半の攻撃点が欲しい時間帯になってきましたね。そうですね、前半のうちに1点取れると明桜高校は落ち着くんじゃないかなと思います。ボールを蹴っていきます。13番の田中、うまい胸トラップ。ボールコントロールが本当に長けている選手です。ちょっとプレッシャーかけたいです。斉藤あゆ、明桜としては今日3本目プレッシャーをかけたいといった瞬間に打っていきました。やはりちょっとまだ斉藤あゆへのプレス、ディフェンスライン難しいところあるんですかね。そうですね、どうしてもディフェンスラインが少し下がってしまう。そうすると6番7番のボランチとの距離が空いてしまうんで、その間を使われてしまいますよね。はい、ディフェンスラインとこの2枚のボランチのスペース、隙間ができるとプレーがしやすい、前向きにプレーがしやすくなるということですね。荒谷のセンターバック2枚、山田壮2年生と佐藤修のこの3年生、2年生3年生のコンビが、斉藤あゆ明桜のフォワードへのディフェンス、ここですね、こういったところもポイントになってくると。すぐ蹴っていきます。パントキック、右サイド、失礼、前線へのボール、このセカンドボール、このボールを拾えると11番の目黒と鎌田太陽、マッチアップ、太陽同士のマッチアップでした。13番の田中翔太、縦で突破するか、奪います。あれや、体を張ったディフェンスをします。献身的な守備をして恐れることなく向かっていけば勝利はつかめるはずだと荒谷の奈良岡監督も試合前の取材に対して話していました。今のところ選手たち生き生きプレーしてますよね。そうですね、荒谷高校にしてはちょっと珍しいというか泥臭い頑張りを見せてくれてますよね。こう見ていてもこう力が伝わってくるというか、こちらもこう握り拳になるというか、そういう荒谷のディフェンスです。ボールは明桜です。前線に送る斉藤あゆ、ここのディフェンスですね。強いですね。斉藤あゆ選手、背中で背負って右サイドに展開してしまいますから強いです。アドバンテージがあります。裏へのボール、明桜がボールを持っています。7番の三浦修羅、前線の浮き球、これも収める、一度下げて足がかかって倒れるが、まだここは試合が進んでいます。ワンタッチで田中、13番の田中翔太、右に持ってシュート、4本目のシュート。前半明桜、枠の大きく右上に外れていきました。まだ枠に飛ぶシュートっていうのはゼロなんです。明桜高校も飲水タイムの前から5番の内藤君一つポジション下げて、はい、アンカーの位置に置いてるんですよね。15番の田村君と変わってますね。で、彼がこぼれ球を拾って今もテンポよく配球してると、そこからシュートに行ってますね。3枚の中盤のうちアンカーディフェンスラインに近い1枚にこの5番、はい、2年生の内藤が入っていると。流動的に動いてますね、明桜は。そうですね、で13番の田中君は中へ入っていって仕事をすると。明桜のキャプテン鎌田太陽、このボール奪った、この下げてしまうと奪います。11番の佐藤剛、右サイドの選手、左サイドここまで来ています。佐藤剛、足技を見せます。走り込んできたがボールを奪います。荒谷、斉藤あゆ、一度下げて田村、このボール奪った、すぐさま内藤が今取りに行きましたね。ボール、明桜高い位置からのディフェンスでした。15番田村仁、ボールがタッチラインを割りました。
40分ハーフのうち今前半26分過ぎています。まもなく27分。スローイン、ワンタッチで蹴る。このボール2年生のセンターバック山田壮、一度下げて忽那翔吾ゴールキーパー蹴ります。11番の目黒太陽、ヘディングで反らせる。もう一度目黒、8番の鎌田太陽、ワンタッチ裏へのボール。15番小室裕樹、身体能力に長けているんだと。168センチで小柄ですけれども身体能力のある15番の荒谷のフォワードでした。そうですね、小室君が最初のターゲットになってますよね、荒谷高校にとっては。はい、右サイド明王、15番の田村、内藤、田村くるっと反転した、ディフェンス剥がします。右サイド小野小高から小林、縦へのボール、藤原貴博がカットします。荒谷左サイド大きく蹴ります。弾き返すのは明王、もう一度荒谷、11番の佐藤隆生ボールに絡む。タッチラインを割ってハーフウェイライン近くで明王のスローインです。第99回全国高校サッカー選手権秋田県大会準決勝の第1試合、明王対荒谷の試合です。秋田市のソユースタジアムから実況生配信しています。右サイド明王、ボールを送るというところ、荒谷の中盤キャプテン藤原貴博ヘディングでクリアしています。もう一度明王のスローインです。風上に立つ前半明王の攻撃です。中盤の球際、明王のディフェンダーに当たって荒谷ボールです。手元の時計では試合開始からまもなく前半29分。前線のボール、この処理、ここでセカンドボールは明王です。目黒太陽、レフリーに当たりました。そうですね、今競技規則の改正でレフリーに当たってボールが相手ボールになるとドロップで本来のボールを持ってたチームにボールが落とされると。はい、これが以前はレフェリーはね、あの石だっていうふうに言われてね、当たってもそのまま続いたんですけども、レフリーは石、はい、そう言われていた時代から令和2年、ルールも変わっていきます。明王対荒谷、夢の全国まであと2勝です。前半40分のうち今29分を過ぎています。ボールは右サイド前線に送る明王、13番の田中からディフェンス、ここは体を張ってクリアします。荒谷のディフェンダー佐藤修、3年生。13番の田中翔太から右足クロス、ファーサイド、キーパーそのままキャッチ。荒谷のゴールキーパー忽那翔吾です。パントキック、左サイドの方向に蹴ります。少しディフェンスライン、このパントキックに合わせて上げたいところなんですけれども、この上がらない原因としては何が考えられますか。やっぱり押し込まれているので、はい、ちょっと上がれないんでしょうね。忽那君のキックはいいキックありますし、いいす、はい、小室君もいい反応してるんですが、はい、2列目がついていかないとどうしても次のボール拾えないですよね。試合前もセカンドボール中盤で拾って前向きになりたいと話していたのが荒谷の奈良岡監督です。10番の佐藤隆生、うまくボールタッチしましたがボールを失います。やっぱり間延びしないでチーム全体でコンパクトを保っていかないと攻撃のサポートも守備の連動性も出てこないですよね。間延びを、難しいですね。ボールは右サイドバック4番中泉夢丸、もう一度中泉、ボールを下げてキャプテンの藤原貴博、中盤で15番の田村仁のプレッシャーです。中盤せめぎ合っています。青のユニフォーム明王とえんじのユニフォーム荒谷、中泉がボールを持っています。右サイド藤原貴博、左足、これは田村のプレッシャーでボールを失います。ボールは明王、7番の三浦から3番の小林志優から右サイド小野小高、前線この斉藤亜佑、また強さを見せるポストプレー、
失礼しました。15田村のポストプレーでした。明王もう一度15番田村ワンタッチ、これは藤原貴博クリア、ボールが高く上がっています。藤原のヘディング、ボールは左サイドから前線、15番小室へ。この後の2列目ですね、荒谷高校は。そうですね、全体がついていかないと明王高校5番内藤君とかフリーなんで、はい、またゲームを作れちゃうんですよね。今その画面には映ってはいませんが、小室が走った時の2列目ですよね。そうですね、全体で押し上げたいです、ね、ボールを奪った、ここ、ね、高い位置、ここでディフェンスラインも走りたい。高橋慶樹左足、10番佐藤龍生左サイド、サイドバック越しましたね、追い越した、ね、左バック、左サイドバック佐々木春也ワンタッチ左足、追い越していきました。ボールを奪った高い位置、田中龍樹左足クロス、11番目黒、惜しい形でしたね今。そうですね、でもようやく左サイドバック、佐々木君かな、ね、オーバーラップすることで2本連続でクロスが上がりましたね。サイドバックの選手が高い位置オーバーラップかけていくと攻撃に厚みが出ます。今そういう形がありました。荒谷前半40分のうち32分、まもなく33分、残り時間前半はあと7分ほどです。荒谷もいい形を見せているので負けていませんね。そうですね、今日はあのチームとして守備をしっかりしつこくやるところから攻撃につないでますね。画面右から左に吹いている風、荒谷にしては荒谷にとっては風下も、これ前半耐えると後半逆に風上に立てるので。そうですね、いざという時のクリアも飛ぶようになりますし、はい、そもそも今年の荒谷高校は縦へのロングフィードも使えるチームなので、後半はもう少し楽に戦えるんじゃないかなと思います。荒谷、はい、のフリーキック、前半前線の選手胸トラップで収める、左サイド10番佐藤龍生。そうですね、今も外側の選手を見ました、ね、追い越していきましたけども、はい、それ周りが走り始めるとパスコースも増えて。そうですね、で見るだけでディフェンスは騙されますから ね、 そうですね、またドリブル生きてきますから。流動性出てきました、荒谷エンジのユニフォームです。追いかける10番の佐藤龍生、追いかけます。藤原貴博6番の高橋慶樹左サイド、佐々木春也から高橋、もう一度高橋、そして10番の佐藤龍生、ボールを少し失うが明王逆にこれはショートカウンターか。左サイド高橋、田中翔太です。田中翔太ボールを持つ、明王高校もたくさん駆け上がってますね、サポートが。そうですね、ボールを持った人を追い越していきます。8番キャプテンの鎌田太陽ワンタッチ左サイド、9番の斉藤亜佑、5番の内藤縦に速いボール、11番の佐藤、13番田中翔太2年生の選手です。もう一度田中、このボール奪ったキャプテンの藤原貴博、ボールを持つ位置を下げて右サイド、まだボールは荒谷です。ワンタッチ藤原貴博のボール、これは13番田中翔太がカット、ヘディングで弾き返します。5番の内藤、13番の田中翔太2年生コンビ、8番の鎌田太陽、ボールディフェンスライン展開します。長江から小林へ、この芝が長くてもパススピード落ちないようにね、速いパスつないでますね明王は。そうですね、しっかりボール蹴れてますよね。ワンタッチ田中翔太左サイド、ワンタッチでグッと入ってきた、ゴール前左足ファーへとクロス流れていきます。今のはクロスですね、左サイド、あれはクリア、これを明王カットします。7番の三浦、田中君が今日ずっと中へ中へプレーしていってたんですけども、はい、今縦へ抜きましたよね。相手の選手としてはちょっと対応しづらいですよね。そうですね、今このボール絡んでいったのが13番、ボールは少し長くて切れましたが、13番の田中翔太2年生です。一瞬の加速、ここまで2ゴール奪っています田中翔太、明王青のユニフォーム13番左サイドハーフの選手です。選手権から丸刈りにしています。藤原ヘディングでつなぐ5番の内藤、これは15番10番の
佐藤龍生から左サイド田中龍希へ、パスは少し長い。40分ハーフのうち今前半36分が過ぎています。まもなく37分、前半残りわずかです。ハーフウェイライン付近からスローイン、名王ボール。ここフリーにすると危ないですね、はい、このボールカットする。まだ名王がボール。5番の内藤、左に展開、鎌田太陽ワンタッチ、前線へのボール、これはカットします。2番の佐藤修奪った。5番の内藤、ふんわりとしたボール弾き返す。荒谷、田中龍希蹴っていきます。高橋慶樹ボールを拾いました。高橋から目黒、来ました。オフサイドありません。15番の小室、身体能力持ち味、一応下げて目黒対応、フリーか。佐藤龍生キックフェイト、まだ荒谷ボールです。左サイド、今度は左サイド、田中龍希がボールを持っている。アドバンテージ取っています。ふわりとしたボール、ゴール前、明桜の小林修のクリアで、今笛が長く鳴らされました。倒れている選手がいます。画面左側です。左側に寄っていってください。倒れているのが明桜の選手が、明桜とあれ両方ですね、競り合いの際に頭をぶつけてしまいましたね。田中龍希選手がボールを持ったところですね。今倒れていました。明桜の選手倒れているのは、タンカーが今運ばれています。荒谷は3番の、そうです、佐々木春也選手、左サイドバックの選手、3年生の佐々木春也選手が今倒れています。明桜、青のユニフォームの明桜は7番の三浦が倒れていましたが、今立っていて奥で頭を冷やしています。頭の左側、後頭部あたりですね、耳のあたりを付近の頭冷やしています。11番の佐藤剛も頭を今冷やしていました。明桜は今接触してごめんねと、11番の佐藤剛でした。明桜は頭をぶつけたみたいですね。そうですね、ファールではないと思うんですが、どちらの選手もフェアにボールに行こうとしてぶつかってしまった、自己的のような感じ。大丈夫だといいんですが、少し倒れている時間が長いのはエンジのユニフォーム荒谷。まあ、お互い両チームこの後前半残り時間少ないんで、はい、集中力を切らさずにしっかりいい形で前半を終えたいですね。まあ、明桜高校も選手たち自主的に集まって話し合ってますしね。そうですね、今画面には映っていませんが、明桜は自陣のゴール前、ペナルティーエリア、ペナルティーアークの付近で選手たち円陣を組んでいます。今タンカーで運ばれるようです。荒谷の3番、左サイドバックの3年生佐々木春也です。頭を押さえていますね。これは勝てば3年ぶりの決勝だと、荒谷は気持ちもこもったこの準決勝ですよね。荒谷高校交代の準備進めてますね。はい、アディショナルタイムは4分。はい、今前半40分経ちました。アディショナルタイムが4分の表示です。3番の3年生佐々木春也に変えて、エンジンのユニフォーム荒谷、今選手交代進めています。準備、16番神戸くんかな、1年生の神戸葵選手、今準備しています。この後コーナーキックから始まるんで、明桜高校ちょっと足を止めないように気をつけないといけないですね。はい、荒谷にとってはこの試合1本目のコーナーキックです。キッカーは佐藤龍生、左足、7番藤原貴弘キャプテンです。ボールは流れています。右サイド、今度はワンタッチでゴール前へ送ります。面白いボールですが、これはこのままゴールキーパー佐藤純一ががっちりキャッチします。そして素早いリスタート、パントキックすぐに蹴り込んできました。明桜9番の斉藤亜佑ボールを拾います。今の時点で荒谷は10人。そうですね、ボールが切れないと交代ができないので、16番の神戸くんが入れませんね。はい、5番の内藤、
前線のボール少し吹かしてしまいました。ボールは浮いてしまいます。ですが右サイド佐藤剛ボールを追いかける、激しくいきます。このボールワンタッチを抑えてもう一度ワンツーかというところ引っかかりました。明王がボールを持ちます。ワンタッチ7番の三浦修羅、体を入れる荒谷のディフェンダークリアします。クリアは中泉夢丸でした。ここで先ほど荒谷の左サイドバック佐々木春也選手に代わって1年生神戸葵選手が左サイドバックに入るんでしょうかね。そのまま左サイドバックに入るようです。そうですね、はい、入っていきました。明王8番鎌田太陽のスローイン、背負ってボールをキープ、5番の内藤シュートにはなりません。まだ明王ボールです。ふんわりとしたボールを入れますがクリアします。荒谷、センターバックの佐藤修でした。もっとプレッシャーをかけたいですね。はい、左サイド田中、7番の三浦、8番鎌田太陽、もう一度三浦、三浦から田中、このボール体勢崩したところ失いません。明王中盤でボール奪った、5番の内藤、もう一度内藤、ファーサイドへのふんわりとしたボール、セカンドボールは荒谷が拾いました。山田壮が大きく蹴っていきます。前線10番の佐藤龍生、強いフィジカルが強いです。左サイド田中龍樹に展開します。1対1内側に入ってきた、スルーする、ディフェンダー鎌田太陽の大きなクリアでした。荒谷高校は攻撃に移った時にちょっと後ろが重いといいますか、はい、明王高校は9番の斉藤君だけ残っているので1人に対して3人4人残っちゃうとちょっと前が薄くなってしまいますよね。攻め込まれているからこそ攻撃の時にこう間延びっていう風になってしまうんですかね。そうですね、荒谷としてはそうですね、次のことを考えちゃうのかな。でもそこのリスクの管理というところですかね。そうですね、もう少し相手の人数に合わせて前に出ていった方が攻撃も守備もしやすいと思うんですが。なるほど、攻撃と守備の厚みを出したいですね。攻撃と守備、そのどちらも厚みが欲しいというのがエンジのユニフォーム。画面左から右に攻める荒谷です。明王のスローイン、ボールを高く蹴ります。荒谷左サイドタッチラインを割ります。ここでアディショナルタイム4分が過ぎて前半が終了です。スコアレスドローです。0対0の同点です。第99回全国高校サッカー選手権秋田県大会準決勝の第1試合、明王対荒谷は0対0で同点です。
第99回全国高校サッカー選手権秋田県大会準決勝の第1試合、明桜対荒谷、26校の頂点、夢の全国まであと2勝です。秋田市のソユースタジアムから実況を生配信しています。この試合解説に秋田県サッカー協会大会技術委員長の石山信介さん、実況は私秋田放送の田村でお送りします。石山さん、後半も引き続きお願いします。よろしくお願いします。後半のポイントを簡単にシンプルに言うとどういったところになりますかね。そうですね、まず荒谷高校は前半チームとして非常によく戦えたんではないかなと思います。チームとしての守備の意識が高く、球際でも個人で負けていなかったと。ただ攻撃に移った際のサポートがちょっと薄いのが気がかりですね。そこを頑張れるかどうか。明桜高校は攻撃の厚みがありますので、守備への切り替えも早く、二次攻撃三次攻撃ってできていますので、シュートもたくさん打ってますけれども、もっともっと深いところを攻略してシュートの精度を上げていきたいですね。前半明桜シュートは手元の集計で4本、枠に飛んだシュートはありません。一方荒谷はシュートが、そもそも打てていないと。そうですね。後半その画面右側、えんじのユニフォーム、今えんじが解かれたのが左側、青のユニフォーム明桜。まもなく後半キックオフです。後半キックオフ、左から右に蹴っていきました青のユニフォームが明桜、弾き返すえんじのユニフォーム、右から左に攻めるのが荒谷です。両チーム交代はないようです。高い位置でボールを奪った荒谷、追いかける佐藤龍生、ボールを蹴りました明桜、セカンドボール拾いました明桜、ボールを追いかける藤原貴弘の守備、荒谷のキャプテン藤原貴弘聞いていました今のディフェンス、しつこく追いかけていきました。この今ボールを触った左腕に腕章をつけているキャプテンが荒谷の藤原貴弘、中盤の選手です。右から左に攻めるエンジンのユニフォーム荒谷、風上に立っています。今風も東から吹いています。右からの風で風上に立つ荒谷です。前線に送っていきました。ボールは明桜のゴールキーパー佐藤純一、近いところにつなぎます。3番の小林志雄、ボール奪いました。8番の田中から、もう一度明桜、5番の内藤、プレッシャーをかける、囲みました荒谷、8番の田中龍樹のドリブルでした。対応したのは明桜3番の小林志雄でした。ちょっと両チームとも後半の立ち上がり自陣でのミスが続いてますね。はい、パス乱れが少しあるようです。ワンタッチで蹴ります前線、佐藤龍生、追い越す小室、ボールキープ、8番の田中龍樹、右足、ボールがディフェンダーに当たりました。荒谷左からのコーナーキックです。この試合2本目、後半は初めてのコーナーキック。後半2分過ぎたところです。ボールセットは10番の佐藤龍生、左足です。近いところボール流れた、ファーサイドには誰もいません。5番の内藤、明桜クリア、大きく体を張ります、ダイビングヘッドクリアしました。荒谷ボールを奪います、すぐに入れる前線。明桜高校今コーナーキックの守備ちょっと危なかったんですけど、先に触りたいですね。ニアサイドの時点で触ることなく今ゴール前通過していきましたよね、はい、ボールが。とにかくもう先に触ることが鉄則ですね。はい、コーナーキックの鉄則です。ディフェンスラインでボールを回します。明桜佐藤純一ゴールキーパー、パスコースを探しています。高い位置取るのが自分の特徴だと話しています。3番の小林志雄、2年生のセンターバック、前線に送ります。このボール弾き返しました佐藤秀でした。荒谷センターバック、明桜右サイド裏へのボール、走っていくのが11番の佐藤剛、追いかけます。このまま佐藤剛が追いかける、ゴールキーパー蹴る、
拾ったのは明桜左サイド田中翔太、エンジンのユニフォーム荒谷がボールを奪います。前線のこのボールを収めたい佐藤龍生、胸トラップで落とす。明桜の中盤から右サイド、もう一度中盤に落としてワンタッチ、前線に送る田中翔太がいる。この競り合いゴール前ペナルティーアーク付近、明桜がボールを拾った。左サイド田中翔太切り込む、左足上げる、ゴール前斉藤亜佑めがけてのクロス、ここは荒谷しのぎました。やはり明桜高校のこの2次攻撃3次攻撃と続くのは迫力ありますね。迫力のあるそう攻撃です。ハーフタイム明桜の原監督は前半消極的なプレー多かったんじゃないかと選手たちに話していたそうです。後半アグレッシブなプレーするように選手を送り出しています。その明桜の攻撃、5番の内藤ボールを拾う、一旦下げて佐々木春也に代わって入った神戸葵のボール、15番の田村仁志2年生の中盤の選手、右サイド2番の切り返して小野小鷹のドリブルに対応しました。荒谷の8番田中龍樹サイドハーフの選手、しっかり戻っての1対1制しています。ディフェンスを見せました。そうですね、前半から荒谷高校は体を入れてしっかりボールを奪うということができてますね。はい、そのハーフタイム荒谷は奈良岡監督、守備から攻撃に持っていければと石山さんおっしゃる通り、守備から攻撃に持っていきたいということをハーフタイムに伝えています。このボールをどちらが取るかですよね。はい、球際強い斉藤亜佑、しかし荒谷が奪ったかのように見えましたが、荒谷のファールで明桜のフリーキックです。近いところ小林志優、右サイド速いボール、ここは佐藤剛と小野小鷹、明桜の右サイドの連携取れませんでした。スルーして小野小鷹上がらせたかったようですね。そうですね、まあ、そういうアイデアが出てきたってことはもうゲームにうまく入れてるんでしょうね。入ってるという、そうですね、小野小鷹右サイド右足、田中が待っている、キーパー出てきました。ああ、ナイスキーパー、忽那翔吾です。この後の田村仁志拾って浮き球うまく処理します。もう一度浮き球で荒谷高校はクリアが小さいとこの明桜高校の2次3次攻撃また受けなければいけなくなっちゃうんで、難しい体勢ですがクリアは大きく飛ばしてくれという、はい、あるいは本来の荒谷高校のつなぐスタイルで、はいはい、しっかりとボールを前に運びたいですね。試合前に荒谷の奈良岡監督、リスクを少なくしたいと、本来のつなぐサッカーできなくてもいいから、蹴れるところがあるならどんどんスペースに走らせようというリスクを少なくというのをテーマに話していました。明桜この位置のスローインです。藤原貴博クリアします。藤原君の守備意識高いですよね、はい、危ないスペースに降りて、はい、スペースを潰しています。ボールは明桜青のユニフォーム、画面左から右に攻めています。明桜高校後半の頭からまた15番田村君が本来の位置に取ってますね。内藤が前向きに、そしてこのクリアミスしました。流れていくところ田中翔太拾っていきます。一度下げて鎌田太陽キャプテン、明桜の左サイドバック、田中翔太、明桜高校ゴール前余ってますね。鎌田ゴール前左足ファーに流れます。まだ明桜ボールです。2番の小野小高1対1勝ちました。田中龍樹このままこれにサポートができるかです。荒谷高校ははいスペースに蹴っていきます。明桜のゴールキーパー佐藤純一、非常に守備範囲の広いゴールキーパーですね。落ち着いてますね。今慌ててクリアしちゃうと荒谷高校にもう一回攻撃されちゃうかもしれなかったんですが、2回戦準々決勝と明桜は無失点です。この佐藤純一はこのまま無失点のまま全国に行きたいと試合前に話していました。その明桜のボールを奪ったエンジのユニフォーム荒谷、左サイドボールが浮いています。このボール斉藤亜佑強い球際譲りません、倒れません。斉藤亜佑すぐに起き上がります。この今ボールを持っている選手斉藤亜佑、一度下げてディフェンスライン、小林志優からもう一度斉藤亜佑、今度は前向きドリブル、いいですね。こういう選手いるとみんな助かりますよね。はい、ふんわりとしたボール長江から小野小鷹へ、右足田中フリー、いやフリー
フリーになっていました。今ヘディングで折り返したのが斉藤愛優でした。ボールは荒谷三浦でした。んちょっとどうかな。田村仁志、内藤、右サイド小野、ワンタッチ、斉藤愛優、ここでお腹あたりで、トラップしたんですが、今のはハンドですね。そうですね、ハンドという判定ですね。手で扱ってしまったという主審の高橋さんのジャッジでした。しかしスペースに走り込んできましたから、今アレアとしてはギョッとした。そうですね、ペナルティエリアの中でフリーの名王の選手が出始めてますので、はい、危ないですね。そうですね、後半始まってから9分が経っています。40分ハーフ、この試合青のユニフォーム名王内藤が蹴り込みます。左サイドの田中翔太、2年生同士、このパスラインはパスつながりませんでしたが、明桜高校交代ありますね。はい、今明桜のベンチに動きがあるようです。ハーフェイラインあたりからのスローインはエンジのユニフォーム、右から左に攻める荒谷です。もう一度荒谷ボールのスローインです。試合開始前から東南東の風、画面右から左に風が吹いています。前半風下の荒谷は今度は風上に立っています。ゴールラインを割って明桜のゴールキック。40分ハーフのうち今後半10分です。長江圭次郎がボールを持っています。小林志雄へ大きく蹴ります。小野小高、そうですね、このサイドバックの小野くんが高い位置を取れているというのは明桜高校にとっては、まあ、うまくゲームを進められているという一つの指標ですね。はい、後半10分が過ぎたところ、今、明桜選手交代、佐藤剛に変えて18番の佐藤匠入ります。ポジションはそのまま入っています。1年生の選手、佐藤匠、ベガルタ仙台からこの明桜に進みました。ワンタッチ、荒谷、8番の田中隆起、裏へのボール、ここも出てくる明桜のゴールキーパー佐藤純一、そのままボール前線へ、ラインを上げろと。今この明桜高校のプレッシャーですね。今13番田中君、はい、このキーパーのロングフィードに合わせてもう走ってますからね。はい、そして画面には映ってませんが、明桜は青のディフェンスラインごと上がっていますよね。ボールを追いかける人だけではなく、ディフェンスラインごと高い位置になっていますね、明桜。ボールを持つ斉藤愛優、一度下げて内藤へのボールカット、荒谷、高橋圭司のボール奪った、明桜左サイド、田中翔太ボールを持つ、鎌田太陽キャプテン一人かわしてディフェンス剥がす、ボールを失いません。明桜右サイドに今度は展開します。代わって入った佐藤匠、ベガルタ仙台から明桜へ、18番のクロス左足、球際内藤右足サイド田中、まだボールは明桜です。左足、今度ゴールキーパーの佐藤純一へ、そのまますぐバントキックです。しかしこれは15番田村仁志カット、左サイドへ展開します。明桜一度下げて左足で送ってきました。右サイドの選手、代わって入った佐藤匠、ワンタッチでかわした、ワンタッチでかわした、中7番の三浦から一度下げて、もう一度左足、三浦一人かわして左足、シュートでしょうか。今ふんわりとしたシュートですね。シュートですね、かわしたところはすごい上手ですよね。左足で落ち着いてディフェンス剥がしてシュート、後半明桜1本目のシュートです。明桜高校は後半のクロスがもうペナルティエリアの中からのクロスになってますからね、前半よりは明らかに進入できてますね。そうですね、シュート性のクロスもいけますし、マイナスで2列目の選手走らすというのもできますから、なぜそこまであの明桜ペナルティエリアまで運べるんでしょうか。ボールを奪っている位置がこう荒谷陣の中なので、はい、そのまま人数をかけた攻撃ができてますよね。本来の明桜高校のやりたいゲームプランになってきていると思います。それは荒谷のパスミスなのか、明桜のプレッシャーが守備が疲労しているのかでいうと、どちらですか。パスする前にもう明桜高校がもう潰しに入ってますよね。なるほど、追い越していきます。2番の小野小高、左に切り込む、
田村ワンタッチで送る、田中ディフェンスの裏、走り込んでいたのは2年生13番の田中翔太、怖い選手ですね。ボールを持っていない時の動きも。そうですね、田中君は前半から中によく入ってきたりして、縦への突破もありますし、非常にディフェンダーとしてはやりにくい選手ですね。そしてそれを合図なしにワンタッチで蹴り込む15番の2年生田村仁志も、あうんの呼吸取れていますね。明桜、40分ハーフのうち後半14分、まもなく14分です。ワンタッチで送る、15番の小室、そして佐藤隆生追いかけます。風上に立つ後半の荒谷、園児のユニフォーム荒谷です。まだこの風を有効には使えてはいませんが、必死にディフェンス、今足がかかってファールの判定です。明桜高校は逆に風下なんで、キーパーのところからすぐ蹴らないでちょっとつなごうとしてますよね。はい、これをカットした田中隆起、左足蛍光色のスパイク、中に切り込んでくる、パスコースを探す佐藤隆生、スルースルーがディフェンスに引っ掛かります。拾ったのは明桜、はい、この後の切り替え大事ですね。あ、失っても構わないんだと、ただ行けよということですよね。そうですね、明桜高校さんの場合は攻撃して引っかかってもすぐまた奪い返してるんですよね。そうですね、荒谷も同じく失ってもその後奪い返せれば、かえって1回目より大きいチャンスになったりもするんですけれどもね。逆にそれがまたいい攻撃につながるというところで、この今日のグラウンドピッチ芝が長いということで、前半から守備で走り続けている荒谷としては、スタミナのところ、石山さんどう見ますか。はい、本来よりは足に負担がかかると思います。なので後半もそれがどの時間帯で出るかというところですね。そうですね、はい、まあ、もう5分くらいで飲水タイム入るんで、そこまではまずこのままのゲームで持っていきたいでしょうね、荒谷高校としては。荒谷のキャプテン、7番の中盤の選手、ボランチ藤原貴弘も、去年西目に悔しい思いをしたと、ベスト8で敗れました西目に、その時に足をつったと、そこから筋力トレーニング、そして走り込みもしてきた、体力つけてきましたと試合前に話していました。ボールを送っていく明桜です。荒谷のゴールキーパー忽那がボールしっかり出てきました。なので体力どんどん使っていこうよという空気感なのかもしれませんね、エンジェルユニフォームの荒谷は。そうですね、本来テクニックのある子が多いですから、荒谷高校は、はい、これで体力にも自信を持てれば非常に素晴らしいですね。何かこう殻を破った選手たちの姿がこの試合一つ見られていますね。そうですね、ゴールキーパー近いところにつないでいます。ディフェンスライン、小林志優から左サイド、鎌田太陽キャプテン。明桜高校は先ほどこのビルドアップの途中でパスミスしてちょっとピンチを作ったんで、何があるか分かりません、はい、そこを気をつけて相手陣に入っていければ本来の明桜の良さがまた出ますよね。あれはその一瞬の隙を突きたい、そんな時間帯となっています。後半のまもなく17分、中盤でボール持っているのは明桜、一度下げて長江圭次郎から15番の田村仁志、もう一度長江、前を見ています、常に前を見ますよね、ボールを持った時に。そしてゴールキーパー佐藤純一、高い位置です。そうですね、前を向くことで相手が飛び込めなくなるということで、はい、ボールを奪いに行きましたが倒れましたが、ファールはありません。明桜がボールを持っています。5番の内藤から右サイド大きく展開します。2番の小野小高、ボールは三浦、ボールを持っている、降りてきた斉藤亜佑、1番タッチで2番の小野小高ヘディングでつなぐ。18番代わって入った佐藤匠へのパスを荒谷は奪いました。そして画面の今、映っていませんが奥、そうですね、はい、今映りました、倒れている選手が11番の目黒太陽、3年生の選手、ボールを奪いに行った時に倒れましたね。そうですね、相手と交錯しましたね。右足今、はい、目黒が起き上がりました。そして今後半まもなく18分のところで飲水タイム、水分補給の時間も設けられます。いや、おそらくまだ飲水ではなくて、選手はちょっと止まった間に飲水しようとしたんですよね。レフェリーはまだそうですね、プレーを再開しようとしてますね。
気温は、まあ、今日の午前10時20分の時点で秋田市18度なんですけれども、少しでも水分補給できる時があれば。そうですね、はい、コロナ対策で今自分のボトルだけしか使えないことになってますから。そうですね、読みたい時に飲めないんですよね。そうです。そして2番の小野小高、ここまで上がっているマッチアップは田中隆起、田中隆起が体を入れる。このマッチアップ制したのは荒谷。しかし自陣ボールを失いたくないが、名王ボールを奪った代わって入った佐藤匠のクロス、ファー内藤、ここまで2列目からスッと顔出してヘディングまで、枠には飛びませんでした。後半名王2本目のシュートです。いや、名王の小野くんすごいですね。相手のゴールラインのところまでドリブルして、さらにもう1回奪い返したのクロスですからね。はい、今画面の手前、蛍光のスパイクを履いた荒谷の左サイドハーフ、3年生の田中隆起、釣りそうなんですかね。そうですね、ちょっと足が踏まれたんでしょうか。ポイントで足踏まれたか釣りそうか、いずれか。もう前半からかなり守備の面でも頑張ってますし、攻撃でも走ってますよね。はい、何度と存在感を出しています8番の田中隆起です。ボールは中盤、田中翔太、7番の藤原貴弘のボール、クリアは明桜の鎌田太陽キャプテン、左サイド11番佐藤匠じゃないですね。ピッチに今ボールが2つ入ったのでプレーが止まっています。5番の内藤から一度下げてかわします。鎌田、左足クロス、ファーサイド佐藤匠1年生かわします。小野小高ボールを持ちます。田中隆起とのマッチアップ、今日何度目でしょうか。ワンタッチで上げてくる内藤がいます。ヘディングで弾き返す、足が上がってディフェンスの危ないというね、スパイクの裏が見えたので今ファール取られます。5番の内藤でした。今ヘディングで弾き返した選手、荒谷の山田壮選手ですね、2年生。同じ2年生の内藤には負けたくないというような気持ちで今臆することなくヘディングで飛び出してきましたね。そうですね、キーパーセンターバックは体を張らなければいけないポジションですからね、はい、素晴らしいですね。この同じセンターバックを組んでいる3年生の佐藤修選手はお兄ちゃんみたいだと話していました。ここで今後半20分が過ぎたところで、ここで飲水タイム、水分補給の時間です。この2年生のセンターバック荒谷、山田壮選手と2番の3年生佐藤修選手、このお兄ちゃんのようだと話していて、だからこそもっとお兄ちゃんたちとサッカーがしたいと話していました。2人でなら明桜の攻撃止められる、特に9番斉藤亜佑3年生、2人でなら止められると強い眼差しで試合前の取材に話していました。お互いね、両チームとも中学校で同じチームだった選手たちもいますからね、お互いのことよく知ってますからね、負けたくないでしょうね。はい、それが今ピッチでぶつかっています。飲水タイムが、間もなく解かれます。荒谷交代、2人目入れてきます。18番の2年生小松未来、泉中学出身の選手が田中隆起選手に代わって入りました。3年生に代わって入る2年生です。試合が再開です。交代は2人目です。荒谷ワンタッチでつないでいきます。明桜小松君は準々決勝も交代で出てきてますからね、はい、落ち着いてプレーできるんじゃないでしょうかね。明桜ボールを一度下げます。長江から小林志優、前線からボールを追いかけるのは荒谷の小室でした。左サイド田中ワンタッチで落として7番の三浦送る、斉藤亜佑抜けてきた、スルスルとヒールパス、これはカットします。藤原貴弘クリアしました。明桜2人目の選手交代です。今日存在感を放っていた2年生の13番田中翔太に変えて佐藤蘭、同じく2年生17番の選手です。2人目の選手交代、佐藤蘭準々決勝ハットトリックしています。途中交代から入ってきましたフォワードの佐藤蘭、メッシに憧れていますと話していました。足の回転の速い選手ですね。明桜こう攻撃です。斉藤亜佑めがけてボールを荒谷が前線に
送ります、追いかけます。前線からの守備、エンジのユニフォーム荒谷、ゴールキーパーまで下げます。明桜佐藤純一、ボールを左サイドに蹴ります。代わって入った佐藤蘭に競らせました。石山さん、佐藤蘭選手どう、はい、どんな選手に。やはりサイドから個人技を生かして切り込んでくるタイプの選手ですので、はい、この疲れが出てくるこの時間帯にこう新しい息のいい選手が出てくるというのは守備にとっては苦しいですよね、はい、どんどん両チームともフレッシュな選手を入れてきます。今荒谷の3人目の選手交代です。小室優希選手に代わって明石玲也選手、15番の選手、9番の選手、明石玲也が入ります。左サイド明桜、代わって入った佐藤蘭を左足クロス、もう一度明桜、佐藤、斉藤愛優クロスします、クリアしました。荒谷、斉藤愛優が持つ前にクリアしますね。荒谷高く上がります。佐藤周のクリア、9番の佐藤龍生、10番の佐藤龍生でした。代わって入った明石玲也、後ろから体を当てたようにも見えましたがファールはありません。試合は残り15分です。右サイド荒谷、9番の明石玲也ボールを持っています。佐藤周のクリア、大きく弾き返します。交代5人まで可能ですから、どんどんフレッシュな選手を入れていきますね、両チームとも。そうですね、やはりこの最後のところでの勝負になることも両チームの監督とも準備してたと思いますね。さまざまなプランを用意してきた両チームの監督、7番の藤原貴弘ヘディング、佐藤龍生、鎌田太陽大きく蹴ります、弾き返す、まだ明桜ボールです。内藤落ち着いて右に展開する、2番の小野小高、ワンタッチでクロス、ワンタッチじゃない、クロス、外余りますね。ファーサイド変わって入った佐藤蘭、左足、明桜高校後半3本目のシュートです。ファーサイドに1人フリーでしたね、佐藤蘭選手。明桜高校としては思った通りの展開になってきていると思います。あとはフィニッシュの精度ですね、はい、枠の中にまだ飛んでないんですね、この試合。明桜前線競ります。拾うのは荒谷、エンジンのユニフォーム、近い時に近い距離パス交換します。高橋慶樹、追いかけるのは田村仁、15番明桜。前線裏へのボール、代わって入った明石玲也、速さに持ち味がある選手です。荒谷高校代わって入った9番の3年生明石玲也、ここまで1得点の選手です。オフサイドになることなく裏に抜けられる、それが自分の持ち味ですと話していました。荒谷の9番明石玲也です。ディフェンスラインで自陣でボールをつなぎます。明桜前に蹴ります。斉藤亜佑、弾き返しました佐藤周、負けられませんと荒谷のセンターバック佐藤周話していました。絶対止めますと。そうですね、ああいうボールが明桜高校斉藤君に入るようになると明桜高校のペースに明らかになってしまいますからね。荒谷高校センターバック頑張りどころですね。はい、荒谷のセンターバック3年生佐藤周と2年生の山田壮、この2人の頑張りどころ、頑張る時間帯となっています。後半40分のうち27分を過ぎています。このゴールキックの後のセカンドボールをお互い取りたいですね。セカンドボールやはり重要になってきます。風下の明桜のゴールキック、少し風に戻されたか、しかしボールは明桜、田村仁、7番の三浦、左サイド走らす佐藤蘭、足の回転ありますね、やはり速さを感じます。この少しの距離でもどんどん走らせようというところ、明桜左サイドの攻撃でしたがゴールライン割っています。そうですね、今拾った後の田村君、三浦君と落ち着いてつないでますからね、はい、こういったところに荒谷高校もプレッシャーをかけたいですよね。今の長い笛は早く蹴るようにという。そうですね、少しずつこう押されている荒谷高校としては時間を使いたい、やっぱキーパーの忽那君もそこら辺考えてますので、
ただ主審の高橋さんも一級審判ですから、はい、そういった意図は見抜くわけですよね。駆け引きが選手同士だけでなくジャッジとの駆け引きもあるわけです、サッカーは。そうですね、みんな頭使ってやってますよね。左サイド、いいボールです。小松未来、2年生セカンドボール拾った、ネオ、あらや、神戸を1年生、切り込む。これは明桜のゴールキックです。左サイド2年生と1年生のこの荒谷の左サイドの攻撃。そうですね、荒谷高校がペナルティエリア入ったのはすごい久々な感じがしますね。そうですね、この試合久しぶりのペナルティエリア、フレッシュなこれで勢いが出るんじゃないかなと思いますが、はい、かと思えば今度は明桜です。佐藤匠1年生ワンタッチシュート、内藤のインサイドのキック止めた。荒谷の守護神忽那翔吾、流れを渡すまいとしっかりと両手でキャッチしました、セーブしました。そして高く蹴り込みます、前線へのボール、明桜を弾き返す。高橋奎二がボールを持っている、送る、明石だ、明石玲奈、明石玲也、玉際、鎌田太陽との玉際でした。後半まもなく30分、残り10分ですね。依然として0対0、第99回全国高校サッカー選手権秋田県大会準決勝の第1試合、明桜対荒谷。佐藤匠へ、1年生です。小野くんがね、小野小高、オーバーラップまたです。一人で行くか、縦、中には3人いる、体を張りました。小野くんはよく走れますね。はい、荒谷のディフェンダー、代わって入った16番の神戸葵、1年生の選手も懸命にスライディングして簡単に中に上げさせないとしました。右からのコーナーキックになります、明桜。後半30分過ぎました。巻いてくる、ゴールに向かう回転の怖いボールでしたが、今荒谷としては助かった。そうですね、人数をかけて中に荒谷は守っていました。明桜も攻撃に人を使っていました。明桜3人目の選手交代です。三浦修羅に変えて10番の堀井選手が入ります。堀井真央、真実に生きると書いて真央。堀井君は本来スタメンでもおかしくない力を持っている選手ですからね。明桜高校はまたさらにギアを上げようとしてますね。残り10分切ったところでもう一段階ギアを上げる明桜。3年生の10番堀井真央が入りました。左サイド高い位置でスローインはエンジのユニフォーム荒谷です。後半32分、近いところボールを持つ玉際、制したのは明桜、小林、そして前に送る、奪った藤原貴弘キャプテン、裏へのボール、オフサイドはもしかしたらオフサイドかもしれないということで追いませんでした。そうですね、おそらくオフサイドポジションにいましたね。はい、明桜の9番、代わって入った3年生の明石玲也でしたが追いませんでした。ボールは明桜ボールです。はい、荒谷の3年生明石玲也でした。中盤にスペースが少し空いてきましたか、5番の内藤、一度下げて ワンタッチでつなぐます。小林志雄、前に送る、斉藤亜佑へのボール弾き返します、山田壮、藤原ワンタッチ、これを拾った明桜、15番の田村仁志、大きく見ます、左サイドに展開、佐藤蘭です。メッシに憧れている、右足持っている、シュートしない、内藤、一度下げて田村、シュートを打ちますが阻みます、荒谷のディフェンス、競り合います、セカンドボール拾いました荒谷、
18番の2年生小松未来はオフサイドでした。今笛が鳴っています。この時間残り7分なんですが、荒谷の選手たちから楽しもうという声が聞こえてきています。苦しいはずなんですが、それでも楽しもうという声、いかがでしょう石山さん。いや非常に前向きでいいですよね、そういう姿勢が、はい、押されているようではありますけれども、はい、それも含めて楽しむというそういう姿勢大事ですよね。ロングシュートを打っていたのは3番センターバックの小林志優2年生。やはり明桜としても折れないなこいつらみたいな、そういう感情あるんでしょうかね。そうですね。で実際に18番の小松くんがちょっと仲寄りになって、斉藤くんとツートップっぽくなってきてますから、はい、攻撃をもう少し圧力かけようとしますね。5番内藤くんもちょっと高めの位置取ってますし、はい、左サイド明桜自陣でのパス、これはタッチを割っています。荒谷のボールです。後半6分です。残りは6分。依然として0対0ですので、このままのスコアですと10分ハーフの延長戦になります。互いに交代は3人ずつ使っています。藤原貴博ワンタッチ、このパスは実りませんでした。明桜、荒谷ともに交代枠は残り2つです。夢の全国まであと2勝です。準決勝第1試合、明桜対荒谷。明桜のボールです。ボールは斉藤亜佑、一度下げて佐藤蘭、うまいワンタッチでかわしたいところ、かわす、スピードに乗った状態でもボールを扱いますね。左サイド変わって入った2年生の佐藤蘭です。そうですね、足元に止めずにファーストタッチから仕掛けていくという姿勢が素晴らしいですね。こう離れたこの放送席から見ても見入ってしまうスピードが瞬発的には出ますよね。そうですね、もう動き出して受けながらもうさらにまた動いてるっていう。この残り時間わずかですが、何をもってしてこの勝負が分かれてきますかね、石山さん。やはりちょっとした集中力と、最後足を出せるかどうかとか、頭を出せるかどうかとか、もう本当最後球際の勝負ですよね。10番の堀井真央、ここ1人出たいです、ね、右足クロスは佐藤蘭、めがけたクロス、少し高いがまだ追いかける佐藤蘭。フレッシュな選手を入れてくる、やはりサッカー自体このフレッシュになりますね、両チームとも。そうですね、ちょっと後半の最後になってきて、お互いチャンスが増えてきてますよね。ペースが落ちるどころか、お互い上げようというそんな様子になっています。クリアは明桜が奪います。前からのディフェンス、小林志優のボール奪った、高い位置で果敢にボール奪いに行きます。2年生の小松未来18番、エンジンユニフォーム、ね、はい、両チームとも交代で入った選手がすごいいい仕事してますよね。それぞれ緊張しているはずでしょうけれども、それを楽しんでいますね、交代した選手も。放っていきます、うまくかわす小松、小林志優。9番斉藤亜佑へのボールはタッチを割っています。荒谷のボールです。40分ハーフ、後半残り3分を切りました。後半37分過ぎています。0対0、点は動いていません。ボールディフェンスブロックします。18番の小松未来です。荒谷、明桜ボールのスローイン、ヘディングします。高橋慶樹、中盤の選手。高橋君は本当によく動けますよね。危ないところを消してくれますね、はい、オレンジのスパイク、高橋慶樹が火消し役となっています。エンジンのユニフォーム、荒谷。後半38分です。高橋慶樹ワンタッチで前線に送る、このボール拾うのは明桜だ。内藤、左サイド佐藤蘭、
1対1かわすか、縦佐藤蘭左足上がれば、今ディフェンスの前に荒谷の中の選手入っていましたから。蘭君のドリブルはね怖いですね、相手にとっては、はい、切れ味の鋭さがあります。スローイン中に入れてくる9番の斉藤あゆ、このボール奪った藤原貴弘、キャプテンの背中で見せます、プレーを見せます。ボールを奪う5番の内藤、ボールを刈り取る力、左サイド内藤、このまま縦か、2対1、ボールを奪った荒谷囲みました。特に5番の内藤にはボール拾われたくないと話していました荒谷の選手たち。追い越していく、ここは高橋奎二、ここもよく走ります。荒谷倒れたがハーフェイライン過ぎたところ、ゴールまであと50メートル、53メートルのところで高橋奎二、オレンジ色のスパイクの選手、6番の中盤の選手倒れましたね。頑張って走っていました。今ちょっと足を伸ばす選手がね目立ってきましたけれども、はい、左足入れる、弾き返すのは明桜、5番の内藤、このボール佐藤修が前線に弾き返します。広ぐ藤原貴弘、9番の明石玲也、オフサイドはないよと周りからの声ですが、ボールは明桜です。石山さん、後半まもなく40分になりますね、はい、0対0です。気持ちのところ、球際が勝負を分けるというところなんですが、5番の内藤を左に散らします。今アディショナルタイムの表示が出ました。アディショナルタイムは3分です。前線10番フリーだ、フリーだ、シュート、堀枠の右にコロコロと転がっていきました。完全に前向きになっていました、ゴール前。そうですね、堀君のボールコントロールは素晴らしいですよね。思ったようにシュートが当たらなかったんでしょうね。あそこでミートしていれば荒谷としては終了間際に恐ろしかったですね。あの位置で前を向かれると厳しいですよね。はい、明桜高校が前線に人数をかけてきているので、ボールを追いかけます。18番の小松未来と明桜の小野小高のマッチアップでした。お互い前から追いかけて圧力をかけたいですね。はい、こういったところプレッシャーをかける高橋奎二、弾き返すキャプテンの藤原貴弘、拾った明桜、右サイド堀井真央、右サイドに使う、少し足元か、9番斉藤愛優、ボールを奪っていく藤原貴弘、一度下げてワンタッチ、前線明石玲也が抜けるか、ディフェンスと1対1、倒れるも笛はなりません。明桜の今明石玲也と競った選手、長江慶次郎2年生のセンターバックが倒れています。左の足首を押さえています。そうです、この今画面演じの9番が明石玲也、そして倒れているのが青のユニフォーム、明桜のセンターバック2年生の長江慶次郎、今起き上がりました。背中をポンポンと、お互い気持ちが入ってますからね、それでも悪気はないんだよと背中をポンポンと今触っていきました。もうレベルが上がってくればね、もうボディーコンタクトは激しくなってきますからね、はい、今のもファールではないという判定ですから、こちらとしてはその激しいコンタクトにこうおーっとなりますけれども、選手としては怪我してしまうと、まあ、でもこうちゃんとボールを返したりね、はい、熱くなりながらもちゃんと紳士的にやってくれてますよね、はい、0対0ではありますが非常に見応えのある内容となっています。アディショナル3分、まもなく3分経とうというところ、前線にボールを送る斉藤愛優だ、早めに対応します。拾ったのは内藤、ここも内藤、しかし高橋奎二ボール拾い返す、再び内藤、11番目黒くん足つりましたかね、はい、15番田村仁、試合はプレー続いています。裏へのボール、あ、奪われると苦しいですね、苦しいですね。前線に蹴り出します、まだ切れません。ボールは明桜、2番の小野小高、ディフェンスラインでつなぐ、長江から左サイド、大きなボール、佐藤蘭が待っている、このドリブルがうまい、ここですね、縦抜けてきた佐藤蘭、中マイナス気味、フリーだ、
シュートブロック。ここで後半アディショナルタイムが終わって0対0です。前後半80分を戦って明桜対荒谷0対0のままです。10分ハーフの延長戦に突入します。互いに交代は3人ずつ、残りは2人交代できます。最後明桜の右サイドハーフ佐藤匠、1年生、最後佐藤蘭君、佐藤蘭君ですか、失礼しました、2年生の佐藤蘭君、落ち着いてかわしに行きましたね。でシュート、そうですね、蘭君のところ結局最後縦に抜いてくるんでね、そこを荒谷高校の中泉君もちょっと少し予測してほしいかなっていうところありますよね。縦に行かれるのか、それとも内に切り込まれるのか。そうですね、そのセンターバックあるいはボランチとの連携でチャレンジ&カバーで抑えていくのがいいですよね。もう足が揃ってしまったらやられてしまうんだと話をしていました。いろんなところに気を配りながら、それでも足を止めてはいけないディフェンスの難しさというのはやはりこの試合どの場面見ても感じます。荒谷高校は本当にここまで頑張ってきましたよね。みんな今足をマッサージしてもらってますが、明桜高校はまだ走れるような雰囲気出しますよね。そうですね、手元の集計でも数字出ているんですが、前後半のこの80分を終えてシュートの本数なんですが、明桜が10本、荒谷はまだ0なんですね。見応えとしては荒谷も攻めているという感覚に陥っているんですが、シュートとしてはまだ打てていないという手元の集計によりますと、はい、ただそういう時の1本目のシュートっていうのは明桜高校にとっては怖いですからね。逆に、はい、まだキーパーの佐藤君はシュートを受けてないということですからね、1本目のシュートってちょっと嫌なもんですよね。そういうふうに捉えるとまだ荒谷もこの実況席から見てもこの画面右側にエンドを取るエンジンのユニフォーム荒谷、はい、いい空気感が伝わってきますよね。そうですね、一体となって戦ってますね。まだ勝負は分かりません。第99回全国高校サッカー選手権秋田県大会準決勝の第1試合、明桜対荒谷、秋田市のソユースタジアムから実況生配信しています。解説の石山さん、はい、明桜と荒谷体力の差というのはいかがでしょうか。明桜の方がやはりそういう面ではちょっと有利かなと思います。原さんは基本的にまずしっかり走らせようという意識が強い監督さんですからね、鍛えられていると思います。10分ハーフの延長戦、前半がキックオフ、右から左、青のユニフォーム明桜の攻撃です。ボールを持つのは15番の田村仁、前線に送っていく5番の内藤、競っていく17番、佐藤蘭がボールを追いかけます。一度下げて8番キャプテンの鎌田太陽から、これ試合の入りが大事ですよね。延長って結構このすぐ始まってすぐ終わるんで、はい、そういうところで点数動いたりしますから、はい、大きく右サイドに展開するところ、荒谷がボールをカットします。小松未来2年生18番のボール切り返す、裏へのボール、しかしこれは副審手代木直美さん旗を上げていましたが、プレーはそのまま続いています。キーパーから6番の長江慶次郎へ、長江から佐藤蘭、ボールを受ける17番の選手、この選手が佐藤蘭です。2年生、打っていく、2年生の右足、これはディフェンスの背中に当たって枠の外に飛んではいきましたが、怖さのある選手、今右足で打ちましたね。ペナルティーエリアの外から思い切りよく打ちましたね。はい、思い切りのスピードに乗ってのシュートっていうのは非常に難しいものあるんですが、それでも佐藤蘭右足打っていきました。10分ハーフの延長戦前半、1本目のコーナーキック明桜です。左からのコーナーキック、このペナルティーアークのところに明桜の選手2人フリーでいるんでね、そこは怖いですよね。はい、ニアサイド弾き返す、
そのペナルティーアークにいた今5番の内藤がボールを拾います。もう一度内藤右足入れる、ファーサイド奥の選手、右サイドバックの小野にめがけて内藤を右で蹴っていきましたが、ボールは長くゴールキック、ゴールラインを割っています。80分を戦って、まず明桜の原監督です。時間はある、落ち着いてやろうと、シュート決め切ろうよと言葉をかけていました。一方荒谷です。ボールを拾う、セカンドボール拾うが、ここは明桜ファールがありました。9番の明石玲也、気持ちの強さ、球際を見せていきました。そのエンジンのユニフォーム、荒谷の奈良岡監督です。延長戦、まず入りを大事に、石山さんがおっしゃった通りです。9番の代わって入った明石にボールが入っているから、明石迷わず行け、そういう言葉が出ているそうです。新しく入った明石君、それから左の18番小松君、すごい元気に走れてますもんね。はい、鎌田太陽、キャプテンの名誉、蹴っていく、ファーサイド大きなボール、10番堀井真央がいましたが、少しボール大きかったか。延長戦前半3分が経過しています。第99回全国高校サッカー選手権秋田県大会準決勝の第1試合、明桜対荒谷の試合です。全国まであと2勝です。明桜と荒谷互いに譲らず0対0。ここもゴールキーパー明桜佐藤純一、高い位置取っています。ボール奪った明桜、佐藤蘭17番の選手、左足残した、メッシに憧れている足の回転速い選手です。佐藤蘭、15番の田村仁、まだボールは続いている、小野小高後ろからディフェンス見せる、明石玲也です。エンジンのユニフォーム荒谷の前線の選手、ボールを持つ堀井から弾き返す高橋慶樹、そして明石玲也、ボール奪われた、青のユニフォーム明桜がボールを持っています。長江慶次郎、左足ロングフィード、高い高い位置、1年生ボールを失います。まだ明桜ボールです。この1年生の18番の佐藤匠も怖い選手ですよね。明桜そうですね、うまさがありますね、ボールを収めるのに。5番の内藤、鎌田太陽キャプテン、裏へのボール、これがつながる、17番佐藤蘭ドリブル倒れたが、5番の内藤が拾う、5番の内藤右足シュート打ち切る、少し威力が落ちていって、荒谷のゴールキーパー忽那がセーブします。パントキック蹴り込みます。9番の明石へ、明石玲也追いかけます。このボール対応、ここを落とさないで、落とさない方がいいですね。オフサイドですか。今9番の斉藤亜佑が、荒谷からすれば運よくオフサイドだったですが、ボールに対して落としたくないですよね。そうですね、ヘディングしたいところでしたね。特に荒谷高校今風下ですので、ハイボールを落としちゃうとちょっとそのボールが伸びちゃったりしますからね。そうでした、風もあるんですね。今明桜が風上、画面右から左に攻めます。青のユニフォーム、エンジンのユニフォーム荒谷、ボールつなぎます。裏へのボール、明石玲也、2人で行く、18番の小松未来、2年生の選手。延長前半5分が過ぎています。手元の時計、明桜対荒谷の試合、ボールを受ける内藤、これはクリア、ミスになるか、佐藤龍生拾います。エンジンユニフォーム荒谷、このパスつながりません。前へ明桜、これを素早く挟みに行った藤原貴博キャプテン、斉藤君のところをね、斉藤亜佑の恐ろしさを知ってるからこそすぐさま行きました。しかし明桜を左サイドに展開します。左サイド佐藤蘭、ボールを持つ、うまさのある選手、10番の堀井探しています。一人対応したいですね。そうですね、堀井選手今自由に前向き、ボールドリブル運んでいきました。鎌田、失礼、長江、ボール中へヘディング、これが決まった。延長前半7分、均衡を破ったのは青のユニフォーム
ーフォーム名誉15番の選手田村仁志2年生がヘディング決めました。1対0。まさかここでというタイミングで決めてきました。青のユニフォーム、この人が15番2年生中盤の選手田村です。1対0。この先制点は大きいのではないでしょうか、石山さん。そうですね、ここまで何回もチャレンジしてなかなかゴールを割れずにいましたから、ようやく最後のパスが合いましたね。あのヘディングが入る、今あっと思いました。その前のパスもね、非常に柔らかいパスでコントロールされてましたよね。荒谷高校としてはそこにプレッシャーをもうちょっとかけたかったかなっていう。蹴る前にですね、はい、ボールホルダーのところはちょっとフリーになる時間が続いてますのでね、はい、全国高校サッカー選手権99回目の大会、秋田県大会準決勝の第1試合です。明桜対荒谷、1点明桜先制しました。延長戦前半、荒谷は4人目泉を、14番の泉を入れてきました。3年生の泉和真です。19番センターバックの山田に変えてきました。1対0、先制した青のユニフォーム明桜、右から左に攻めます。この先制点は大きな意味を持ちます。荒谷としてはどんな今心持ちなんでしょうか、石山さん。ちょっと今全員の気持ちがね、こうまとまってればいいんですけれども、ちょっと気落ちしてしまってる選手がいないかが心配ですね。前に蹴っていきます。さらに攻勢を強めようと勢いが増してくるのでしょうか、青のユニフォーム明桜。エンジンのユニフォーム荒谷、自陣でボールを回しています。一度下げて前にボール送ります。代わって入った明石玲也、藤原貴博左サイド、荒谷の2番佐藤俊センターバックの選手、クリアで外に出しました。延長10分ハーフで行われます。今手元の時計で9分を過ぎています。1対0、明桜が先制しています。延長に入るとスコアって動きやすいですから、まだ後半の10分もありますし、まだまだ分からないですね、このゲームは。はい、まだ分かりません。左サイドのボール、これは長くゴールラインを割りました。荒谷高校最後5人目の交代ですね。5人目の交代です。使い切りました。17番の相原が入ります。目黒に変えます。相原雄介2年生の選手が入りました。延長前半アディショナルタイムは1分です。ボールがタッチラインを割りました。青のユニフォーム明桜のスローインです。一度下げて田村仁志、鎌田太陽、先制点の田村仁志、このヒールパス相手に引っかかります。田村仁志ボールを下げます。前へと送るボール競り合います。ボールが少し落ち着きませんが、ここを落ち着かせました。藤原貴博からディフェンスラインへ下げます。左サイドボールを失う、青のユニフォーム明桜のクロス。やはり明桜は5番の内藤君が狙ってますよね。聞いています。パスカット、そして佐藤蘭がボールを拾う。シザース一つ見せてかわします。田村仁志先制点、ボール受けるのが10番堀、スルリと抜けてきたか、左足シュート、キーパー出てきた。ファインセーブは荒谷のゴールキーパー、クツラよく出ました。前半終了ですね。はい、この笛は延長戦前半の終了の笛です。延長前半終わって1対0、
明桜がリードしています。延長の前後半にはハーフタイムがないので、もう選手たち自分たちでどれだけ気持ちをこう盛り上げられるかですね。すぐエンドを変えて画面の右側に映ったのがエンジのユニフォーム、1点を追う荒谷です。明桜の先制点を奪った田村仁志選手、2年生なんですが、青森山田からこの明桜に来ました。原監督から、お前が成長できる環境は整っているからうちでやらないかと、ゴールで恩師へ見せましたね。そうですね、やはりこう新しい環境で全国に行きたいという気持ちを、強い気持ちを持ってきたでしょうからね。はい、延長後半が始まっています。10番の堀井、左サイドに展開する荒谷高校も、でももう一回走れるようになってますよね。はい、気持ちで走っているんでしょうか。ボールは荒谷です。少し連携取れませんでした。9番の斉藤、明桜高校、これがいいところですよね。明桜打っていく、15番の田村仁志、2点目を奪おうというところ。シュートは枠を大きく、やはり荒谷高校としては奪ったと判断を早くしないといけないんで、はい、周囲のサポートがどれだけ早く動き出して声をかけてあげるかというところが重要ですね。周囲のサポート、声かけも一つそれは含まれるという、はい、奪った選手がボール持っているとまたすぐ明桜高校に囲まれてしまうんで、5番の内藤と高橋奎二の空中戦、ボールは明桜、荒谷が奪う。17番、これは少しボールの上に乗っかってしまった。明桜17番の佐藤蘭がボールを奪ってドリブルします。奪い返すか、荒谷の17番相原、明桜は落ち着かせます。前線へのボール、これをヘディング弾き返します。代わって入った14番の泉、ボールを追います。9番の明石玲也、1点を追います荒谷。雄王邁進というスローガンが掲げられている通り、この試合明桜に臆することなく挑んでここまで戦っています。5番の内藤が1つ下げて、15番の田村仁志、左展開します、落ち着かせます。左サイドハーフ佐藤蘭、9番の斉藤蘭亜佑です。斉藤亜佑へのボールはタッチライン割っています。試合開始前からの風がこの時間も吹いています。画面の右から左、東からの風が吹いています。ボール内藤が収める、ふわりとしたボールを入れる、ゴール前奪った、佐藤匠左足、シュートブロックされるか、もう一度佐藤匠左足、正面です、キーパー正面。荒谷忽那が何度目でしょう、ゴールネット揺らせないと立ちはだかります。ヒヤリとした瞬間でした。荒谷高校もう少しディフェンスライン高く保ちたいですね、はい、間延びしないという、はい、明桜の前線の選手が前を向けてるんですよね。はい、ディフェンスラインと中盤の選手の間、スペース使われているというところでしょうか。はい、10分ハーフの延長戦、今後半です。手元の時計では延長後半3分過ぎました。1対0、1点を追うエンジのユニフォーム荒谷です。ここの競り合い負けません。代わって入った泉、気持ちを見せます。斉藤亜佑へボールを触らせない、しかし明桜田村仁志ボールを持っている。左足、左への展開、右足アウト回転かけました。佐藤蘭へのボール、佐藤蘭オーバーラップ仕掛けてきた。鎌田太陽キャプテンのボール、ファーサイドワンタッチ、右足遠いところからシュートを打ってきたのは3番の小林、失礼しました、2番の小野小鷹の右足遠いところからのシュートでした。もうこの時間やっぱり明桜はシュートで終わりたいというところでしょうか。まあ、まだそこまでその最後の締め方までは入ってないと思うんですが、はい、試合通じてずっとこういう勢いのあるサッカーをしてますよね。このボールを荒谷は拾うのがこの5番の内藤なんですね。けど、はい、斉藤亜佑を走らせます。この時間斉藤亜佑、フィジカルの強い選手、抜けてくる、対応しました荒谷。右からのコーナーキック、青のユニフォーム明桜です。
主審の高橋優さん。荒谷高校はこの試合初めてコーナーキックで一人前線選手残しますね。ショートコーナーですね。ショートコーナーします。18番の1年生佐藤匠ボールをキープします。右隅でボールキープの明桜と奪いたい荒谷。ボールキープします。角ボールは荒谷ボールです。自陣でボール奪います。延長後半手元の時計では5分です。ワンタッチで 前線に明桜もワンタッチでつなぐ。このボール佐藤蘭ワンタッチで斉藤愛優へ。左サイドキャプテンの鎌田太陽ボールを落ち着かせます。追いかけるハーフウェイラインの近くファールがあって明桜のボールです。1対0。準決勝の第一試合明桜対荒谷、明桜がリードしています。延長戦になって、ね、石山さんどうぞ。明桜高校はこ うまく、ね、時間使ってますよね、はい、逆に荒谷は時間をかけずにボールを奪いたいところ。2番の小野がボールを追い越していきます。持っているのは10番の堀井、左サイドに展開。ここも時間をかけてボールをつないでいきます。明桜斉藤愛優へのボール渡せないと。よくディフェンス出てきました。そうですね、荒谷のセンターバック佐藤柊素晴らしいですね。3年生負けていませんね。ここも明桜のゴールキーパー佐藤純一、今日何度となく幾度となくそうですね、前へ前へと高い位置もうペナルティーエリアをどんどん飛び出してきますね。守備範囲広いですね。ただ荒谷高校もせっかく前に来ましたからここですよね、はい、雑に終わらせないでやりきりたいところですね。そうですね、こう厚みを持ってもう一度明桜が弾いたボール、荒谷のスローインです。16番の神戸葵1年生がスローイン投げます。ワンタッチちょっとずれても続けることが大事です ね、はい、奪われてもそこで取り返す、はい、高い位置で取り返すということですね。1点を追うエンジのユニフォーム荒谷、まだ食いついています。このボールラインを割っています。エンジのユニフォーム右から左に攻める。1点を追う荒谷のボールです。スローワーは1年生神戸、ここでそう奪い返すと次の攻撃できますね。17番2年生の相原よく奪い返しました。神戸このボールそれをまたもう一 もう一度そうですそうです奪い返します。1年生神戸左ここまで進んできました。そうですそうです。延長後半手元の時計では7分30秒ゴール前少し足取りが明桜高校前の選手がちょっと余ってますね。余っています。斉藤愛優がここでボール受けるマッチアップディフェンス必死にスライディング許しません。2番の佐藤柊明桜4人目の選手交代です。再三にわたってセカンドボール拾ってきました。5番の2年生内藤がここでアウト。3年生20番の船木が入ります。1点差です。まだまだ分かりません。明桜この位置からのスローイン中に投げてくる斉藤愛優。ポストプレーは高橋慶樹体を張るゴール前、うん、泉クリアは小さいが高橋慶樹を収める。そうです、ね、7番の藤原貴弘つないでいきます。これが荒谷のサッカー。前に選手はいますからね。これは右サイドに展開する。今4対4ですね。チャンスかわす追い越してきた。2番の小野小高のクリア高橋慶樹まだ荒谷のボールです。そうです、前線の選手切り替えてもう一度行きたいですね。2列目堀井真央落ち着かせる。ボールを落ち着かせて明桜高校は奪ったボール1回広げたいですね。これが堀井真央選手スルスルとかわしてきました。堀井の左足シュートブロックは荒谷。ラン君のドリブル佐藤蘭中泉とのマッチアップでした。一度下げます。
キャプテンの鎌田から佐藤蘭、もう一度右足のクロスは弾き返します。もう一度、今度は10番堀井だ。左足シュートは打たない。マイナス気味のクロス、ペナルティーエリアの中、2番のシュート、ロングシュートでした。2番小野小高のシュート、2度目ですね。延長後半この時間になって、そうですね、遠いところからの右足。手元の時計では間もなく延長後半10分になろうというところです。1対0。エンジのユニフォーム荒谷、ボールを追います。ボールを受ける、この位置で、ここで、延長後半が終わりました。1対0、青のユニフォーム明桜が勝利、2年ぶりの選手権県大会決勝進出です。壮絶な戦いだった、そう言えますね、石山さん。そうですね、準決勝にふさわしい素晴らしい試合でした。明桜の選手も笛が鳴った瞬間その場に倒れました。勇往邁進、まさにその言葉通りの戦いができたのではないでしょうか。荒谷です。そして1対0、園児のユニフォームの荒谷、今年の9月リーグ戦で0対9大差で敗れた、はい、あの記憶というのはもう微塵も感じさせない今日のこの戦いぶり。そうですよね、約1ヶ月前のことですからね。1点の重みというのが非常に見ているこちらからもう学ぶことができた、そんな試合になりましたね。そうですね、本当にね、高校生の成長の速さっていうのをすごい感じましたね。何がこの勝負を分けたんでしょうか。やはり明桜高校はこうなかなかうまくゴールに結びつかなくてもじれることなく続けましたよね。最後までチームとしてのコンセプトを最後までやりきったことが勝利につながったかなと思います。よく走りましたね、明桜高校は。2次攻撃3次攻撃できてますからね。相手にやはりシュートをほとんど打たせていないというところも明桜高校としてはそこはもう狙い通りだと思います。8番のキャプテン鎌田大洋、笑みがこぼれています。ここまで左サイドバック100分ですね、はい、走り抜けました。そして秋田市のソユースタジアムからは2年ぶりの県大会決勝進出の青のユニフォーム明桜、そして敗れた園児のユニフォーム荒谷にも両チームともに温かい拍手が送られました。決勝に向けてこの勝った明桜、はい、まだ勝者この後決まりますが、どういったところが明桜を求められる必要になってくると考えていますか、石山さん。全体的には非常に動きとかチームのコンセプトはもう浸透されているので、あとはフィニッシュの精度を上げることですよね。そうですね、今日も途中経過手元の集計で10本打ってまだ枠に飛んでいなかったと、はい、いう数字も出ていました。ただ均衡を破るあの大事な一撃がヘディング決まっています。決勝に向けてそのシュートの精度を、そうですね、セットプレーも含めて、はい、2日あればだいぶ準備はできると思います、はい。準決勝第1試合明桜対荒谷の試合をお送りしました。さて準決勝第2試合秋田工業対西目の試合はこの後キックオフ予定です。ABS 公式 YouTube チャンネルではこの試合も引き続きライブ配信いたします。第1試合明桜対荒谷は1対0、延長まで戦い抜き明桜が勝利しています。今月24日の決勝に駒を進めました。この試合解説は秋田県サッカー協会大会技術委員長の石山信介さん、実況は私秋田放送の田村でお伝えしました。石山さん、ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。